前回までのスパイダーマン号シーズン3、本来 MJ を操るところでスパイダーマンになる呪いにかかってしまう。さらにはそのままとあるムービーシーンが終わるまで動けるのだ。今回はそんな状態を利用していろいろ検証していこうと思う。クルー、何なんだろうこのセーブデータ。本当に呪いのセーブデータがあるんですけど、俺は黙るぞ。これ黙っとけ、俺ぶっ殺しちゃるわお前ら。みんな MJ なんだけどさ、こっち行けんの？あ、行ける。なんだこれ、俺に何がしてほしいんだろう。このように MJ はもう普通の人間ではなくなったように見えるのですが、弱点がありました。これ見つかったら、あ、倒せないのか、ひょっとした。あれあれ、なんだこれ、なんだ、なあれ、見つかってますよね。見つかったらどうなる？待って。そんな、もうなんでここだけ MJ なの？どうやらフロアに足がついた状態で見つかってしまうと、めめしくなってしまうようなのです。なんか見つかっても地面に足をつけなければいいみたい。 MJ だからかしないけど、これ真の能力ですよ。私に比例伏してる感じ。だからなんかこの、待て、もう地面につくとダメみたい。やっぱり逆を言えば、地面かっこフロアに足がついた状態で見つかる以外は無敵ということになります。敵を全滅させましょう。じゃあとりあえずね、そしたらどうなるのかと。あれ、ハングフィニッシュできないな。まあインパクトウェブとか使うか。じゃあとりあえずなんか見つかってもいいみたいなんで、こうやってやっくっつけて一網打尽にしていきます。あれ、何こいつ、こいつに食らわない、食らわないやつとかいんの？食らわないやつがいて、なんかいないで。全ての攻撃を防ぐ者、クロスーツマンが現れた。倒れない、これは。おお、これ敵を浮かせるってやつなんだけど、それも何も効かないやつないよ。とりあえず倒せる敵を倒していきます。何これ、クロスーツマンは複数人いるようだ。何これ、硬いよ、何なのこれ、おやすみ。え、待って、あ、見つかってはダメなんだ。何なんだろうこれ。恐るべし、クロスーツマン。ダメージを受けるどころか、気持ちよくて変なお尻が出てやる。ただこの普通に飛んでいくやつは使えるので、よし、とりあえず倒せる敵だけ倒しました。よし、これで無敵なやつもちょっと残ってるんですけど、一応無敵じゃないやつは一通り倒したかなという印象です。変身。あれ、これは出てくるんだ、やっぱり。だったら倒してみるとか、こっそりね。ほとんど倒してあります。 MJ、D がいるって知ってたの？そういうわけじゃん。でもさっき何かありそうかなとは思ってたけど、これは予想外。なんで言わなかったの？パートナーのはずだろ。パートナーガラスがないわけよ。ここガラス本当は残ってなきゃおかしいんだけど。説明しよう。レンジハイジャーベージャマ空中自在。本来ガラスが残っており、四角を押して敵を撹乱するシーンがある。不过我们也不打他。何これ。やって。あ。
スパイダーマンじゃん、絶対。この時使うカラスを、呪われし MJ スパイダーマンで破壊しておいたのです。はい。記者はどこだ？ガラスもないぞ。ガラスはどこだって言ってほしいな。ここで本当にガラスを壊せってやつが出るんだけど、出ないね。もうたくさんで戦いたい。あ、なるほど。動けないっす、MJ が。MJ が動けなくなるし、リーさんも動けなくなる。あ、バグる。やっぱりバグりますね。うん、バグる。もう動けない。もうただ動けなくなりますね。やっぱガラスをなくしておいたせいですので。ひらめいた。まあ、あそこのやつは残しとこう。とりあえず、ここら辺に、リーさんが来るので罠を仕掛けとくんですね。まあ、多分、ここら辺じゃないかな。まあ、それで、まあ、リーさん、取ってできたとき、攻撃できるんじゃないかなっていう。とりあえず、リーさんの、あれ、どうなった？俺仕掛けといたやつどうなった？ MJ、リーがいるって知ってたの？そういうわけじゃん。でもさっき何か、あれ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 、よし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 、覚悟しろリー。唯一俺だけスパイダーマン史上初、パートナーこんな中間序盤ではないけど、信頼してるよ。家で PC とにらめっこしてる時はでしょ。じゃなくて、とりあえずリーをね、今は街を、この序盤で倒すっていうね。あえりー、罠を引っかかれ。那个机子在哪里？どうだ、どうですか。見つかったらまずい。リーびちょびちょにし、おお、すげえ。あそこか。リーさんさ、倒せないかな。ウェブのこういうターンってやつだったらいけそうだな。お、これリーさん倒せるかも。だって片っぽのやつがいけたんだから、いけんじゃねえか俺。パートナーのはずだろ。パートナーは信頼し合う。あれ、那个机子在哪里？あれ、見つかったらまずい。オーケー、いけた。レンジハイジェページャー。あ、当たった当たった当たった当たってる。え、あれバッチリ当たってると思うんだけど、ダメなの？お、リーに食らわない。なんで？当たってるよね、あれ。やって。何？タイマーを。この顔、この顔うぜえな。やはりクロスーツマンだからか倒せません。何かありそうかなとは思ってたけど、これは予想外。なんで言わなかったの？これから起こることの予想外だ。覚悟しろ、いい。他在哪里？他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。見つかったらまずい。オーケー。无人机还在背着吗？控制机在手上，不过我们也会找到他。如果他逃掉，啊，ちょっと待って、はなってたね。他没跑掉。机在手上，一定有人会找到他。应该在这附近，不过这地方太大了。やっぱ無理なのかな。やって。よみがえったじゃん、片っぽの人。今ちょっとムービーシーンだから頑張って起きるかみたいな。チャンスだよ。無理なのかな。もう一回やろう。悔しい。こいや、あ、那个机子在哪里？うせえ、びちょびちょにしてやんよ、シルダンユー。無人機还在背着吗？如果他逃掉了，别让他逃走。あー、やっぱりダメだ。一人しか倒すことできない。いや、ちょっと
ボードがなければね、あいつみたいにペチャンとリーできるかなと思ってまたボードなくしたんですけど、さすがリーですね。まだタブレット持ってる？うん、急ぐんだ。オーケー、任せて。ほら早く。なんかすげえ妙にケツがエロいんだけど、なんであんなクネクネさせんだ。やった。